んばんは。フラペチーノさん、ナッカンさん、おいっぱいありがとう。こんばんは。ああ。どのぐらい？くらない？こりゃくらないですか？こんばんは。そうなんです。今日は一人ぼっち。洗濯してません。陽平さん、ラナさん、デブニアンさん、北野たぬきさん、ありがとう。あの冷房めっちゃ強くしてるからかもしれない。こんばんは。プチトマトさん、 Thank you。 七並べお礼するの？そうなんですよ。俺ね、お礼しようかなって思ったんですけど、イヤホン、有線イヤホンを持ってきてなくて、どうしようって今思ってるんですけど、お礼だけ今日して曲は形にしようかな。ちなみにチャマとチャコさんは何の楽曲を、いらっしゃるかな今。でもそれならもう逆に全部をあとね、そういうのもの方がいいのかも、いいのかなって。キョンシーさん、クボチさん、ありがとうございます。どうも。こんばんは。これはね、できるのはできるんですよ。端末もね、持ってきたし。でも明日のはもう広島に、おーらんかも。あさってですかね、ちゃんとゆっくり配信できるのは。ざんたくさん、ありがとう。そうそうそう、あのちゃまとちゃこさんは何が何かなと、みんな今日と思って集合してるから。そうですよね。お礼だけ今日して、楽曲は、楽曲はでもね、有線イヤホンがないのでもうどちらにせよ後日になっちゃうんです。ごめんなさい、持ってきてなくて。こんばんは。ので綺麗、ありがとう。髪がボサボサや。オレヒロさん、ありがとうございます。チャマとチャコさん、メイクしてる、ちょっとだけ。謝らないで。ありがとう。まあ、昨日のライブとっても楽しかったです。わ、嬉しい。私もめっちゃ楽しかった。超楽しかった。やすくんさん、ありがとう。しげのりしさん、やすくんさん、 Thank you。 こんばんは。七並べ1位、ちゃまとちゃこさん、ありがとうございます。
楽曲ちょっと今日有線イヤホン忘れちゃってごめんなさい、歌えないので後日歌わせてもらえたら嬉しいんですけれども、何がいいでしょうか。こうしてカープさん、のびさん、 Thank you。 こんばんは。でも楽曲だけちょっと先に聞いててもいいですか。ガールズルールお願いします。おお、ツアーでやってるガールズルールですね。了解。こんばんは。明後日でもいいですか。歌うの。こんばんは。知らなかったからガールズルールでめちゃくちゃびっくりした。かわいかった。ミスに来てくださったんですね。昨日生で見たジャンプの高さすごかった。あそこは私は滞空時間を大事にしてるから。よくぞお気づきで。ラスカルさん、ああありがとうございます。たまやいっぱい。ぽーい。そういえば先日は声出しでメールを読んでいただいて、おーですね、ありがとう、送ってくれて。マムダチヨッシーさん、長谷川さん、 Thank you。 花火達成した。達成したんですよ皆さん、 Thank you。 なんじゃこりゃ、テディピーさんのゴスロリグマじゃん。ありがとう。こんばんは。11時。11時15分から七並べのお礼しますね。やほん、今日はバッチリメイクですね。いや、光でそう見えるだけなんよ。 M 健さん、コータンさん、 Thank you。
はアイラインとマスカラしてるな。マスカラ、アイシャドウもラメつけてないし。でも確かにな、やってないって思っとったけど、やってない方ではなかったな。あれ、でも薄メイクです今日。眉マスカラとかしてない、眉毛だけ描いた。こんばんは。今日はね、写真とかも撮らないお仕事があって、そう、松前さんありがとう。だからなんか申し訳程度の化粧っていうかそんな感じなんですけど、ほいで、そうそう、ゆうさんありがとうございます。ナチュラルメイクとは違う？でもナチュラルメイクですよ、めっちゃ。福山のあきさんありがとう。5分ぐらいでやったメイク。こんばんは。公演の時とかね、コンサートの時とかはもっと時間かけてるんですよ。公演の時とプライベートで使うファンデーションを変えてるんです。知ってましたか皆さん、気づいてましたか。公演の時はマット、普段の時はツヤ、ツヤ肌。下地から違いを感じます。あー、下地は一緒。強運の坪井祐介さんありがとう。ご飯粒さん Thank you。 昨日メイク大丈夫だったんです。どういうこと？これの時は汗に強い感じにかな。そうそうです。いや、なんかここだと光の当たりがあれだと思って、こうやったらこうなる。なんか そうなんです。スカバラナさん、クリームパフさん Thank you。 でさ、うわ、今日はさ、お仕事がさ終わってさ、時間があったんですよ。だから行きたいところに行ってきました。えっ、ガチャ押した。ガチャ見せようかな。15分で紹介しきれるかしら。え、まあこっちから行きたかった場所、じゃじゃーん、次変わらんだ。わーい、これね、レジに持ってったら偏りがすごすぎてびっくりしました。まず一つ目、どれにしようかな。じゃん、
ミカ、ウサギ。これさ、1000円1000円なんよ、びっくり したかな。いや、なんか770円とかぐらいでびっくりした記憶がある。びっくりせん？絶対1000円するでしょって感じがするのに。トミカはかなり安い。そうなんや、知らなかった。ウサギ、あれ2個目、じゃん、ウサギのヘアピン。これさ、ずっと欲しくてさ、でもシーカワランドとかが限定販売で今多分ね、なんかあれ、あ違うか、8月頭に行って8月25日ぐらいから売り始めたんかも。薄いね、なんかパステル生地、パステルカラーなんですよ。なかなか、これ可愛くて2個買うか迷ったんですけど、なんかフロッキー素材じゃけん、なんかハゲてきたら悲しいけん2個買おうかなって思ったりして、そうめっちゃもうね極限まで悩んで、でも買いすぎちゃうから5000円いかんようにしようって決めて、あのそう1個にしたの。だからフロッキーが剥がれんように使わねえけん。でももう広島にも売っとると思うけん、あの剥がれたら広島で買えるしなって。あ、マイハッチだ。飲んだ新作、それ言ったらありそうね。ありそうよね、ビレバンかキティランドか。あの道が一個で我慢するなんて。節約するようになってとか言いながら全然してないけどね。3つ目、じゃん、なんかぬいぐるみみたいなものが1個欲しくて、最初はなんかね、あの星のポシェット、ヨロイさんが作った星のポシェットをつけとるウサギにしようかと迷ってたんですよ、それを。でもそう、それも可愛かったし、カレー食べてからヒーってなってるウサギも迷った、それも欲しかったんですけど、そう5000円を超えないっていう目標を立てたからこれにしました。これはね、あのムニムニ素材なんです。ほらねえ、かわいいよね。な、クッション的な、そうそうそう、なんかこの丸いフォルムがかわいくて。いや全部欲しかったんだけどね、本当は。いやそう、ハッピーセットのシール、タルミミウサギおるけん、白い玉がいっぱい入ってるやつの匂いがする。そして4つ目、じゃじゃーん、これ気になっとったよずっと、配信でできるなと思って2個買いました。
カバラナさん、クリームパフさん、取り立て王子さん、ゆうさん、モンブランさん、風みどりさん、ふるさ花火いっぱい、ありがとう。ビーズクッション、そうビーズクッション、え、開けてみようかな。でも開けたらジップロック形式じゃないけん、え、でも中で袋になっとんかな。え、でもな、誰が出るか。でも誰が出ても嬉しいよね、結局。え、見てみようかな。え、今じゃない、いや、作るときにします。今どっちがいいかな、気になる、超気になるけど、今も今も超気になるけど、今から作るわけじゃないけさ。そう、ランダム、この6種類の中からどれか1つ出るんよ。モルカーみたいに羊毛フェルトチクチクで、え、羊毛フェルトキットもね売ってありました、ウサギの。でもそれはキットじゃなくても自分で素材集めて作れるから買わなかった。作るまでのお楽しみ。え、カーショールーム、あの七並べのお礼してから1個作る。え、そんな早く作れるんかな、なんだっけあれ、所要時間みたいなの、何これ、どんぐらいかかりました、作るの。鎧さんはないんよ。ちいかわ、はちわれ、うさぎ、ももんが、くりまんじゅう、ラッコの中のどれか。位置的にはどれが出てほしい、うさぎ、ももんが、でもラッコも好き。クリームジューってキャロル、そうだよ。お酒飲む。340%。どんぐらいそれって。一個開けて。今中身分かれば、もし推しが増えな引けなかったら明日追加で買える。確かに。でもさ、なんかね、なんちったらいいんじゃろ、一箱あるじゃないですか、パックで、ワンボックスで買ったら中に6個入ってるけん全種類揃うんよ。そうで、私はそのワンボックス、なんか誰かが取ってこうやっぱやめようって、そのこっから取ったけどこっちとかにしてなかったら、私はワンボックスの中から2つ取ったけん多分違うものが出るのよ、その知らぬ間のトレードがなかったらね。そう、そう、箱買いすればコンプするやつなの。じゃあ多分違う種類なんじゃけど、わからんね、運ですね。そりゃこれも1個にしようか迷ったんよ、これと同じく。そう迷ったけど、1個に2個持っとってさ、1個にするやん。でさ、なんか、まあ、全どれが出ても嬉しいけど、ウサギが出たら嬉しいのよ私は。で他のが出た時に、うわっ、あとあの持っとったやつ開けたらもしかしたらウサギだったかもしれんって思う時があったら嫌だから、1個にしなかった。あ、もしあの時ああしとけばをなくす気持ちで、しかも配信でできるしって思って。でもワクワク感は大事ですからね。しかも4000円以内という私のこの縛りで2つ買いました。スカバラナさん、ゴンジーさん、ユウさん、ありがとう。後悔のない買い方大事ね。ヤスさんが昨日誕生日だったって。お、ヤスさんお誕生日おめでとう。
さん、Thank you。 開けてみたくなっちゃったよ、そんな解説してたら。みかんさん、ありがとう。そして5000円以内縛りラストです。じゃじゃん、タレミウサギのふりかけ、かわいい星のチップ入りだって、かわいい。お弁当をよくまっさらな状態のものをいただいたりするので、これを持ち歩いてかけたいと思います。これも顔が剥がれる心配があったけさ、持ち歩いたら2個買うか迷いましたけど、まあ剥がれるまでには食べ終わったりするやろうと思って、その時にまた買えばいいかと思って1個しました。以上が5000円以内縛りのちいかわランド購入品でございました。うわー、ガチャ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 後半じゃね、この時間はね、15時からあの調べのお礼するから。なんでそんなウサギ好きな顔声ビジュアルです、ごめんなさい。私の中の美女面、いや私は一回さ、小学生ぐらいの頃にあのシルバニアファミリーを持ち歩いとって、ポケットに入れて洗濯して、フロッキー素材、フロッキーってモコモコのやつよね、フロッキー素材全部剥がれたで、なんか可愛くなくなってはなかったんですけど、なんかめっちゃ悲しくなった記憶があるので、フロッキー素材にね、あのせっかくチーカワランドに行けた時の上限が5000円は低くない？え、確かに。N さん、ありがとう。確かに。そっか。でも広島にもあるよ、きっと。多分。でも確かにな。カレー買っとけばよかったかな、やっぱり。DVD も欲しいんですよね。なんだもう朝かと、どんこっち、確かにご縁がある、気持ちいいこの子。わ、いいじゃん、いいじゃない、ママ側。はい、それでは15分になりましたので、今から STU48 の七並べの待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってて、ちょっと、変な話やったと思ったら
指名イベントのお礼をしていきたいと思います。それでは100位の方から本日も読ませていただきます。いきます。100位ミッチェルさん、99位ユミチュさん、98位マサトラさん、97位ビーリーマンさん、96位ミーブンさん、95位ポッシーさん、94位アヤさん、93位モンブランさん、92位トントン21さん、91位ユミチュさん、90位名前カエルさん、89位レビンさん、88位ダダダダムドさん、87位ジャドさん、86位セイジ焼きそばさん、85位エムケンさん、84位ジャストミトさん、83位ヒカルさん、82位リエボーさん、81位ユートくんさん、80位トミコさん、79位ユウイチロウさん、78位群馬のまっちゃんさん、77位チカノさん、76位ブルーさん、75位マジスカさん、74位ポヨさん、73位カツ66さん、72位タケさん、71位リョウさん、70位エイサクさん、69位なっちゃんさん、68位世界ひろしさん、67位シュン台湾さん、66位タカハさん、65位モンタさん、64位秋竹さん、3位イシケンマシーンさん、62位ベーコンめっちゃ好きさん、61位エムアカさん、60位深夜健さん、59位ベットンさん、58位ユウスケさん、止まった?もしもーし、もしもーし、こんばんは。電波悪めかも。なんででしょう。いきますね。65位ぐらいから。65位モンタさん、64位秋田家城さん、63位イシケンマシーンさん、62位ベーコンめっちゃ好きさん、61位エムアカさん、60位深夜健さん、59位ベットンさん、58位ユウスケさん、57位 YK さん、56位タルさん、55位パープルマスクさん、54位ガジガジガッチャンさん、53位水木風子さん、52位鈴音さん、51位ヘルレイザーさん、50位マタンゴさん、49位ルカさん、48位ズーチャーさん、47位プレイヤーさん、46位アグネスさん、45位ノビさん、44位長小金さん、43位ゴンジーさん、42位ウズさん、41位フーさん、40位深夜さん、39位小池かおるさん、38位チェスマンさん、37位東京特許許可局局長さん、36位アンバさん、35位ヒョウさん、34位カズヤさん、33位マサさん、32位パツマルさん、31位パオシさん、30位タカさん、29位トゥーさん、28位ヤスさん、27位つぶつぶゴリラさん、26位ニューヨーク嶋佐和也さん、25位西平さん、24位リョココさん、23位ピッコロさん、22位しげのりししさん、21位ゴレヒロさん、20位ミチューバーさん、19位ムッシーさん、18位セリアさん、17位運気水鏡さん、16位モカチンさん、
15位くぼちさん、14位なべさん、13位ふゆかぜさん、12位ゆきさん、11位ウィーウィッシュさん、10位きみさん、9位ともまーちさん、8位キュート6さん、7位いまちゃんに嫌われた王さん、6位カープ商工会さん、5位ホジェさん、4位米印さん、3位長谷川さん、2位ナッカンさん、そして1位はドゥルルルルンチャジャン、ちゃまとちゃこさんでした。ありがとうございます。腕が、おめでとうございます。ありがとうございます。壇上の、壇上じゃないや、トップ5の皆様でございます。ありがとう。ありがとう。どういうこと？はい。ということで、ガールズルールを水曜日に、水曜日じゃない、3日に歌わせていただきます。見てないんだと、見て携帯で撮る気は分からんな。これ iPad で見てたから。今月はユニット対抗イベントやってるね。ね、私の七並べやってみんなと対戦しちゃう。やろうと思いますので、皆さんもぜひ、当たるかもしれないという気持ちで一緒にプレイをしましょう。ということで、ありがとうございました。今日したガチャガチャのお披露目会をしていきたいと思います。どれから行こうかな。うわ、これね、これから行こうかな。じゃじゃん、コアラのマーチ髪留めクリップ2回やって紫と青が出ました。どうだったでしょうかと言いますと、じゃんじゃーん、見える？紫と青だったけど同じやつが出た。しかもなんかお腹怪我して泣いてるコアラ、ここらお腹の横っ腹にバツが書いてあって、えーってなってるコアラ。赤ちゃんコアラが欲しかったんですけど、強いて言えばね。そう、色が違うけん違うやつだと思ったんじゃけどね。誰かとお揃いできるね。だから今開けずに、ちょっと開けようか迷ったけど、開けずにこの未開封のまま渡した方がいいかなと思って。誰にあげようかな。片っぽファンミ、片っぽファンミ用で
私用にしようかな。嬉しいかしら。青たんプレネじゃん。え、今日ですか誕生日。ツアーで投げてください。ほら紛れてね、サインボールじゃなくて。ゴンジーさん、ユウさん、ピノチさん、ナッカンさん、エヌさん、シンヤさん、ブルーさん、ナッカンさん、モムランさん、ナイストゥーネキさん、テンキュー、うん、そうそう、ね、深夜さんは Today が Happy Birthday ですか。いやいやいや、半身ならいけるな。フリーピーさんありがとう。あ、深夜さんお誕生日おめでとう。おめでとうございます。じゃあこれにしようかな。これも気になってたやつ。私が最近、私の最近の情報源はね、全部インスタなんですよ。ちいかわもちいかわグッズをまとめて載せてくださる、まとめて載せてくださるっていうか、まあまとめてもくださってるし、それしか載せないアカウントがあって、ちいかわグッズとガチャガチャも見てて、これやりたかった。じゃん、三角パックのフルーツ牛乳が当たりました。ラインナップは牛乳、いちご牛乳、コーヒー牛乳、メロン牛乳、フルーツ牛乳の5種でございます。私が欲しかったのは牛乳かコーヒー牛乳が欲しかったの。あったら嬉しいなと思ったけど、でもどれも可愛かった。強いて言えばメロン牛乳は一番馴染みがなかったから、私にはメロン牛乳ってなったけど、まだフルーツ牛乳の方がなんかわかる、あの見たことある気がする。でもメロン牛乳飲んでみたい、美味しそう。これね、中身ね、スクイーズらしいよ、スライム。チェーンも金色で可愛いです。チェーンの色凝ってるの嬉しいよね。すごい、要冷蔵って書いてあったり。え、でも三角パックはどれも見たことないかも。味の馴染みがあるかないかで。そう、三角パック自体見たことないかもしれない。この何、このパッケージもさ、プラスチックじゃなくて、なんていうのこれ、現実では会ったことないけど想像はできます。牛乳関連でこれ飲めるの？飲めないですよ。コンビニとかスーパーでボスのメロン牛乳、はあ、確かに見たことあるわ、緑のボス。あれメロン牛乳味なのか。これもね気になっとってね、なんか何回かやる機会を逃したというか、
まあ、やればよかったって後から毎回思ってたやつで、はい、じゃじゃん、どれが当たったでしょうか。正解は ちょっと待ってね、え、ゴレヒロさん、あー、ありがとうございます。ポンポン、クマタワー、クマ花火タワー、ありがとう。うわー、私の今日のお買い物ってこと、未知のことなので骨太だろうな。どういうこと、どういうことって言うけど、森ひろさん何タワーだ今日。私はね、めっちゃめっちゃお金を使ったよ、本当に。これ、それ以外にもいろいろ気をつけなきゃ。はい、できました。正解はディリン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 。雪印牛乳瓶復刻版です。当たった？すごい、かわいい瓶の感じ。私はさ、このさ、ミルククラウンだっけ、ミルククラウンっていうっけ、クラウンミルクだっけ、がさ、憧れだったんですけど、蓋がついてるのが当たったけど、でも瓶も憧れだったから嬉しい。かわいい、ね、牛乳シリーズ、え、めっちゃかわいいこの瓶。これでも嬉しかった、出た瞬間。対象年齢15歳以上だって。そうそうそう、今までももう1万円に絶対になるぐらいはガチャガチャしてきたんですけど、この1、2ヶ月とかで、いつもはさ、こうお披露目してなかったから、シェア。1日遅れの東京公演お疲れ様。自分の誕生日七並べ最高順位とは、おー、すごい、3つも意味が、ありがとう。これひろさん、 What color do you like?
ックの方も印刷がすぐ取れちゃう。あ、え、そうなの。あ、ナッカンさん、タワーありがとうございます。あらまあ、たくさん今日の私のお買い物がみんなも、昔の便利には紙の蓋だったの知っとる。知らん。うち食品系好きよね。そう、避けるチーズも欲しいよね。うちの推しから。オッケー、じゃあピンクと紫の間みたいな色でいこうかな。バイオレット。これ。これひろさん、タワー、オッケー、ありがとう。ありがとうございます。Thank you。七並び道の一軍女子目指して頑張った。どういうこと？道の一軍女子目指して、七並び道の一軍女子目指して、私を一軍女子にってこと？ナッカンさんは What color? 調べ最近上位に入れるなとか。ナッカンさんが一軍女子ってこと？お互い一軍女子でいっか。あ、私が What color do you like? Violet. Oh!Same color. Okay. Violet.中さん、Thank you。ありがとう。
Thank you so much. ありがとうございます。ふうちんさん、今日のつぼゆうすけさん、おれひろさん、リンブスチュー、ありがとう。そしてまだまだやってるんです、私はガチャガチャ。みんな私のセロハンテープ外しにくいあるある、ガチャガチャはね、ぴったり2000円分回しましたね。どれが出たでしょう。正解は ちいかわでした。私も欲しい。いやこれほんまに私は遠征に最近このツアーが始まってから絶対あのヘアバンドを持っていくようにしたんよ。髪の毛がペタンコになっちゃった。そうメイクを落とすときにめっちゃ便利。やっぱりアルトナットのアルトとナイトで全然違うから。だから皆さんも持ってた方がいいよ。一家に一台。に市川、うん、
ラストです。かわいい。僕もそのガチしようか迷ってる。だってこれはさ実用性もあるしさ全部かわいいしさ回すべきガチャやろ。はい、ラストでございます。じゃん、どれが出たでしょう。いつだかシュシュもあったよね。シュシュもやもやった。シュシュはちいかわ、8割、うさぎ全部揃えた。ちいかわ一緒に頑張ろ、ダンボールウォッチ2。何かな、当たったのは。これいいよね、みんなそれぞれ。あのは、あ、ちょっと見えちゃったかな今。いきまーす。じゃーん。うさぎ。やったー。全然違う数字を指しとるけど。まだね、今開けたけんね、全然してないからね。これめっちゃ欲しかったんよ。ウサギが描いてるよりめっちゃ怖いよね。でも超可愛いですこれ、すごい。裏までなんか可愛い。見てたの可愛い。それな、しかもそれをちゃんとさ見て、この画材の横の面にもさはみ出てちゃんと描いとる。こうはみ出たんじゃなくてこうはみ出とる、わかる？それをさ表現してる、このガチャで表現してるってすごくない？このクオリティがガチャなのすごくない？これ鉛筆なんかな？超かわいいよ。これね、500円だった気がする。でもすごい本当に。なんか文字が剥がれそうとか全然ないし、うん、もっと取っていいレベルのクオリティです。顔もちゃんとしてるね。ガチャガチャってたまにさ目がここにあったりするやん、顔の。かわいい、かわいいし、サイズ感も素敵。なんか本当に小さくてかわいいって感じ。
以上が今日のガチャガチャでした。よし、一旦お家に帰ってもらって、まあ、ね、生きてくれて嬉しかった。酒に筒が水を含んで、生7開封まだ間に合う。マジ？え、間に合ってもさ作れませんよね。開ける？1個開けるなら2個開けたいけど寝たくなってきて。今のさ1個開けるなら2個開けないやろーのさ「な」がさゾンビに なる瞬間のアタック西本さんみたいだった。わたやんさん、なっかんさん、たけさん、ようさん、メビウスさん、21さん、 Thank you。 え、もう2個開けていいじゃん。いきます、1個目。みんな予想して。ちいかわ、はちわれ、うさぎ、ももんが、くりまんじゅう、ラコ。いくよ。じゃん、なんだなんだかわからんけど、うさぎかくりまんじゅうかラッコ。いや、茶色がおるってことはくりまんじゅうや。これはくりまんじゅうや、きっとですね。そういうことね。栗まんじゅうですわ。一つ目、栗まんじゅうでした。二つ目いきます。なんでしょう。当たった。お、すごい。いくよ。まだ色見てない。いくよ。じゃん、なんかクリーム色、なんかクリーム色。どっちだ、え、どういうこと。え、ちいかわ白だ。これクリーム色じゃない、白に見える。白じゃったん。これパッと見でわからんね。でもちいかわです。ちいかわ、アンピー、かわいい。
という結果でございました。また配信で作りますね。大事に持ってこ、なんかちっちゃそうじゃね。でも作ったらだってこんだけしかパーツないってね。購入品紹介って面白いよね。なんか自分もなんて言ったらいいんだろう、お買い物した気持ちになれるよね。それでは壇上を読みます。13位、ホジェさん。12位、ユキさん。11位トントン21さん。10位ヤスくんさん。9位長谷川さん。8位ナイストゥーネキさん。7位強運の坪ゆうすけさん。6位ジョナラゴさん。5位ラスカルさん。4位テリンピーさん。3位ブルーさん。2位ゴレヒロさん。そして1位はドゥルルルンジャジャン、ナッカンさんでした。ありがとうございます。そしてラッキーの分22位はドゥルルルルルンジャジャン、 N さんでした。 N さん Thank you、ありがとうね。みんな誕生日の方もおめでとうございました。これは引きが強いで言っていいのかしら。でも何が出ても嬉しいけん。時計の一発ウサギはめっちゃ嬉しかった。お高いしね。500円の一発はもう最高に嬉しかったし、これもずっと欲しかったから今日帰って嬉しかったです。みんなもつけてみようね。ピンとかこれとか。それではおやすみなさい。バイバイ。だねー。